都会のゴミ捨て場を舞台に猫たちの生き様を描いた劇団四季のミュージカル、キャッツの制作発表会が静岡市で開かれました。ミュージカル、キャッツの静岡公演の制作発表会には、劇団四季の吉田千代紀社長や、静岡市の難波隆市長などが登壇しました。キャッツは都会のゴミ捨て場を舞台に、猫たちの生き様を描いた作品で、1983年に日本で初めて公演してから40年以上人気を集めています。会場では俳優の木村千秋さんと柴本ゆずみさんが代表的なナンバーメモリーを披露しました。静岡公演はおよそ10年半ぶりの3回目です。キャッツは静岡市民文化会館で7月17日から9月23日まで公演され、チケットの一般販売は4月14日からインターネットなどで開始します。